初このさようならの原作がごめんさんっていう方が書かれてるんですけど、その原作を読んでたんで、たくさん登場人物が増えて、その話の大事なところはしっかり残しつつ、こうたくさん人が増えてるから、なおかつその一人一人の人物がどういう気持ちなのでこれを言ってるのかっていうのが最初はこうつかめなくて、こうどうなってくるんだろうみたいなのがあったんですけど、そのもうキャストがみんな決まってから、そのみんなでこう集まってディスカッションみたいなのをした時に、あ、こういう人物だったんだっていうのをこう役者さんたちに気づかされてみたいな感じでした、ね、最初は全然つかめなかったです、うん、脚本をいただいて、で、あの妹さんは石橋監督の過去作に出演されてたりとかっていうつながりがきっとあったんですけど、私はあの監督と会う前に脚本から先に会うというか、監督と会ったことがない状態で脚本だけ届いて、妹さんと2人で主演って聞いて、妹さんと会ったことも一度しかなかったんですけど、なんかこうそれしかも新宿の武蔵野館っていう映画館で、うん、で私その時まだ大阪にいて、大阪が出身なんですけど、でたまたまこう東京に来てる時に映画を見に行って、妹さんが出ている、で妹さんが舞台挨拶で登壇していて、本当にたまたま会えて、なんか一言二言ぐらい、なんか本当に具体的な話はあんまり、よろしくお願いしますぐらいの、なんかまた機会あれば会いましょうみたいな、うん、なんかね、なんかまあ記念にツーショットとか撮りました、じゃあ分かり際に1枚撮って、じゃ あ撮りましょうみたいになって、なんかね奥のブランコに座って、2人で2人でそうってやってっていうぐらいの、なんか一度会った時はそんな感じだったんですけど、なんか会った帰り道ずっと、なんか妹さんとは今後もどこかでつながる気がするってすごく強く思って、全然理由とかはないし何かがあったわけでもないんですけど、私連絡先も交換してなくて、でもなんかこの人とはこれからもずっと何かつながるんじゃないかって、なんか特別な感じがあって、運命みたいなものを感じてお互いそれを感じてたっていうところから始まって、でそのブランコで撮った写真を監督の石橋さんが SNS で見て、あ、これはさようならのユキとアヤだってなってオファーをくださって、そうなんですだから、うん、あのお話もらった時はもうまず正直すごくびっくりして、うん、あの時に感じていたものって本当に、うん、本当だったんだ、本当だったのかもしれないと思って、うん、すごく嬉しかったです、うん、最初は、うん、あれか、ね、喫茶店で監督とキララちゃんと私と3人で一回ちょっとお茶しましょうってことになってお茶をして、その時に、まあ、役の話ももちろんだけど、お互いにこうどんな学生時代どんな子だったかとかお話して、あ、バレエやってたんだとか美術やってたとか、なんかそういうたわいもない話をして、でもなんかその時もうその時点でユキとアヤと重なる部分がお互いにこう役と重なる部分があったんで、あ、2人だったらやっていけるなみたいなのは感じました、ね、キララちゃんはあの途中で夢のシーンがあるんですけど、そのシーンですごいこう人間じゃないみたいな、こうこう なんていうんですかね、こう透けてるっていうか、触れても透けてるからこうスッと入っちゃうみたいな、そういうなんかこう浮世離れした人間離れした感じがあって、そういうのをこうなんかちょっとゾクッとしたんですよ。なんかそういう感覚を目の前でその芝居の中で受けたことがなかったんで、あ、こんな人がいるんだ、こんな女優さんがいるんだと思って、すごいこうびっくりしました。妹さんはあのあれ図書館のシーン、図書館のシーンがあって、結構こう劇中では本当にわずかなシーンなんですけど、とかそういうなんていうか日常に近いというか、ユキとアヤの素に近い、素に近いっていうか素なんですけど、こうユキとアヤの普段の姿を描いてるシーンでのその場に居方が
本当にこう役と一体になっていて、どんどんこういろんなものが出てくるし、私が何かしたらどんどんいろんな返しが出てきて、なんかね、あの時は、それは本当にやりやすかったよね。そう、私もすごくやりやすかったし、なんていうか、だからこう台本の中とか役としてっていう風に考えて演じているっていうよりも、こう役として、なんていうんだろうな、役になって、役の人物で映画とか、まあ、映像の中を生きる女優さんなんだなっていう風に、ありがとうございます。そうそう、私は思いました。すごい、すごい止まる、すごい照れる、ね、恥ずかしい。直前のその表情みたいなのは本当にそのキララちゃんが演じてるアヤの表情がすごい美しくて、その死ぬ直前なんですけど、むしろこうなんか清々しいような顔をされてて、でちょうどこう日が暮れる直前に撮ったんですよ。でなんかみんなすごいこうその撮影にこう意気込んでたんですけど、その気負いなく監督もスタッフさんもそのカメラマンさんとか照明さんとかもみんなこうしっかりスタンバった状態で、もうあとは私たちに任せたみたいな、もう自由にやっていいよっていう状態を作ってくれてたんですよ。だからもうで日が暮れた今だっていう時にちょうど私たちのあの大事な死ぬ、その亡くなる、彩が亡くなる直前のシーンは、その本当にみんなが合致した状態で撮れて、すごい本当に美しい表情だったなと、ね、映像も綺麗だし、でもこう今しかないから絶対今撮らないとって焦るんじゃなくて、みんなで、あ、この今の瞬間にこのシーンを作れば絶対に最高のものができるっていうのが、別に言葉で言ってないけど全員の中にあって、その現場にいたスタッフさん含め、そのみんなの気持ちと、こうそれぞれの力とが集結して、あの場ですごくこうぐっと集中していい緊張感で作れたシーンだったし、っていう状況をみんなが、皆さんが作ってくださったので、私もあの妹さんとの2人のこう綾と雪の2人でいるっていうことだけに集中できたし、アドリブです、ね、セリフはどうなんですか。セリフもアドリブです、うん、打ち合わせずに、もう暑いよねみたいな、暑いね、まあ、実際ちょっと暑かったんですけど暑いよねって話してて、ね、じゃあ始まりますってこう始まったら、もうその地続きで、ね、さっき話してたことの地続きで喋るみたいな、待機中もユキとアヤって感じです、こんにちは、イモーハルカです。さようなら9月6日から吉祥寺アップリンクで公開します。さようならはあの去年撮ったんですけど、本当に私にとって大事な作品になって、学生の話なんですけど、今学生の方だけじゃなくて、学生を経て今社会人になっている方にも必ず響くような作品になってるんじゃないかなと思います。ぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。こんにちは、祈りきららです。映画さようならがもうすぐ公開されます。この映画はクラスとか学校の中にある空気を作るんじゃなくて、キャスト、スタッフ、みんなの力でこう生み出す意識で、みんなでたくさん準備をして作った作品です。この映画はきっと学生時代、今学生の方も、今もう卒業されている方も、学生時代に自分が教室の中のどこにいたかとか、作品の中のどの人物に当てはまるのか当てはまらないのかで、きっと大きく感じ方が変わってくる作品だと思います。でも見た人のその人の感じ方が全てだと思うので、たくさんいろんな感じ方がこれから公開されて、いろんなところで広がっていったらとても嬉しいなと思います。ぜひ劇場でご覧ください。ねえ、ゆきちゃん、ゆきちゃんはあの時、まさか高校生で死ぬとか思わねえよな普通。なんかすごいよね瀬戸の和田。なん
か瀬戸さん自殺だったかも。交通事故じゃないの？俺はあんま瀬戸のこと知らない。そういうのやめない。亡くなった人にさ、父さんに乱暴されてたとか。でもさ、あいつ何考えてるか分かんなかったじゃん。いてもいなくても変わんなくね、正直。本当に変わんないよね。知らねえもん。は？何？人が死んでからなんかユキが遠くにいる感じしてんだよ。それくらいで死ぬとかないでしょ。なんかどうでもいいんだ、それ。いくつになっても変わらないんじゃないか。瀬戸さんなんで死んじゃったんだろう。もういないしな、瀬戸。ごめん。さようならば、さようならば仕方ない。さようならば仕方ない。